秘密漁港秘密漁港は、富山県氷見市にある、第三種漁港である。漁港管理者は、富山県。秘密漁港の第一の特徴は、低地網漁法による漁獲である。富山湾は1000メートル以上の深度を持ち、深海の冷水が、海面近くまで上昇する工業場として知られるが、氷見付近は大陸方が5キロメートル沖合まで、発達しており、浅い海が広がっている。そのため、 ヒミ沖合では、天正年間より低地毛漁法が発達した。21世紀初頭におけるヒミ漁港の漁獲の約8割は低地毛漁法によるものである。ヒミに発祥した低地毛漁法は、越中式低地毛と呼ばれている。ヒミ漁港の水揚げは、春のイワシ、夏のマグロ、冬のブリで特徴を付けられる。特に冬のブリは、ンブリ、ヒミブリと呼ばれ、 秘密の名産品として知られている。産地偽装問題が発生したため、地域ブランドとして商標登録するなどの対策が検討されている。秘密漁港にはセリーチが行われる秘密漁市場が設置されている。その他、漁港からはカンブリ漁を見学する観光船が発着し、またセリーチの様子も見学できる。21世紀初頭において、 氷見漁港の防波堤延長は658メートル、経流施設延長は1869メートル、利用漁船は約250隻、水揚げ高は約12000トン、漁獲金額は約35億円に上る。氷見漁港を本拠とする氷見漁業共同組合は、組合員約800名を要する。ありがとうございます。